メイキングドリームつかみたいね。今日どうでしたか。まあなんか生きのいいやつは結構多かったなっていう風に印象だったけど、なんかパフォーマンスとかエンタメのやつがすげえ多かったから、もうなんかそういうやつらはマジ今後応募しないだろうし、もうそんなの誰も求めてないから、なんかそんくらい気合入ってるって言うんだったら別の形で実力で示して、あそこにいるやつらだって全員強いわけでもないんだから、ビビることも何もないし、みんな普通に気合入れてもっと次から来てほしいなと思います。こんな人来たらおもれーな、俺やりてーなみたいなやついますか。でも強いやつやりたいんですよ。勝てる勝てないとかもそうだけど、やるかやらないから、本当1分間の試合なんて何が起こるかなんて誰もわかんないし、ちゃんとそこで勝ち切る能力っていうのはここでは試されるから、なんか俺は前回大会負けてるけど今回の大会ではそれを証明したいなと思ってます。なんか来るまでは威勢がいい人もここに来るとまあ威勢がなくなっちゃうってあるじゃないですか。なんかそんな方々に一言。酒飲んでこい。マジでなら酒飲め。俺前回も二日酔いできたし、今回俺ビールを片手でやってたから緊張とかはなかったけど、なんかもうリラックスして臨んだ方が自然体に、みんななんか構えすぎだよ。楽しみにしてます。ありがとうございます。